What's up, t a 2 0 2 4年度、名古屋芸術大学一般入試、一期の英語の問題の解説をしていきたいと思います。今回は、パート1とパート2のパート1の方ですね、論説文、えー、こちらの方を中心に解説していきたいと思います。はい、で、試験問題はですね、大学のホームページからダウンロードして、手元に置いた状態で、ぜひ、この講義を受けてください。はい、では問題の解説に行きます。 はい。で、パート1の問題はですね、長文の中で文法問題や、えー、文の中に語句補充ですね、えー、接続関係、語句補充の問題があったりだとか、あとはなるべく会の問題などがあるんですけれども、えー、単語の問題、ボキャブラリーの問題から見ていきましょう。で単語の問題は2024年度に関しては、1、2、3、4、5題も出てるんですね。 これ結構得点源ですよ。ですから、名古屋芸術大学を目指す皆さんは、えー、この今出てるぐらいの単語が、あの、スッとね、意味でスッと出せるようにしておくと、もう得点源間違いなしなので、しっかり日頃からね、単語は身につけておくようにしましょう。でもちろん長文の中に下線部引かれているもので、えー、意味を選びなさいってことなので、もちろん推測っていうこともできるんだけど、まあ、このレベルの単語だったら知ってる方が楽かなというところですね。 はい、例えば、河川部 A のダイエットっていう単語であれば、ね、えー、食事なんですよ。もうこれ知っといてほうがい,い。一日決められていることがダイエット。食事ね。で、あの、ダイエットしなきゃ、あの、ダイエットは、えー、まあ、その、ダイエットのために決められた規定食。ダイエットのための規定食から来てますからね。はい、なので、後から後付けされた意味なので、基本的には、ダイエットは食事っていう意味で覚えておいてください。国会議員の皆さんがね、 毎日国会議事堂に行って、会議長が毎日国会議事堂に行って、あれも決められた、あの、会合なので、大文字ダイエットになった時には国会という意味になったりもします。まあ、基本的には食事っていう意味で取れとけば、まず問題ないよねっていうことこですね。はい。で、二つ目、フィジカリーですね。はい。フィジカリはメンタリー、心理的の反対の、まあ、肉体的に、ね、物理的に肉体的に、この意味は大丈夫取れるでしょう。はい。で、C ですね。 え、死 chores。え、これは、あの、雑務雑事はい、もう決められた、あの、日々のお仕事のことですよね。で、d。はい、promote ですね。もう、promote は、え、プロモーションビデオなんか言いますもんね。プロモーションっていうのは、販売促進だからね。促進ですよ。はい。ということで、えー、促進するっていうのは答えになります。で、最後のア r バンもう、アーバンなんか、これはもう日頃出てくる単語だもんね。はい。えー、都会の、と。 いうことになります。で、この反対の単語が、えー、知っといた方がいいよ。Rural ね。これ地方のとか田舎のね。Rural と Avan。これが対比関係になるということも知っといた方がいいかもしれません。このレベルのね、単語が分かってたら、あの、だいぶ得点源、あの、アドバンテージ取れると思いますので、ぜひ基本的な単語は押さえておきましょう。はい。では次はですね、一番最後の えー、パート1一番最後の内容把握、内容合致の問題なんですけども、内容合致の問題は、まあ5つの選択肢、日本語で用意されています。まあ日本語で用意されようが、英語で用意されようが、先に内容合致、内容把握の問題を先にキーワードを取っておいて、本文中に出てきたときに、まあ出てきたところから、出てきた瞬間に、えー、解けた方がいいよね。ああ、読み飛ばしちゃった後から探すのめんどくさいよね。 はい。なので、どういう形で選択肢をチェックしたらいいのかなというのをちょっとアドバイスしていきたいと思います。はい。では一つ目ね。あ、ダンビュートナーは、えー、地図制作者だったということで人名出てきてますよね。僕はいつもこういう名詞が出てきた時にこうやってイニシャルチェックしたらいいよと。ね。もう DB って付けといて。 あ、ダンビュートナーさん。もうこっからあと何人出てくるか分かんないんだけど、ダンビュートナーさんが出てきた時に DB でしっかりチェックしておいて、もう DB と DB を見合わせて、あ、言ってるな、言ってないな、言ってるな、言ってないな。ね。え、これで確認していくといいよ、とね。で、この人が地図制作者だった。あ、どうなのかな、と。E の選択肢も、はい、ダンビュートナーね。はい、この人が、はい、えブルーゾーンズ。あ、また、なんか出てきたね、こういう名刺これも BZ って付けとく に選んだ地域の過半数は島、アイランドであると。はい、いうことで、まあ、なんか、土地絡みのね、ワードなんですねと。土地のこのゾーンのお話なんですね。ブルーゾーンですね。はい、これが出てきた時に反応できるようにしとこうね、と。で、半分以上ってことだから、複数出てくるとね。その半分以上が島かどうか。確認しますよ。で、あと、ウ、エ、オに関してはもう頭決まってるね。健康,る健康でいるには健康でいるには健康でいるにはね、この前半はもう決まってます。 はい。で、あとは、はい、飲酒しない方がいい。ね、お酒飲まない方がいいと。ね。え、十分な運動と睡眠が必要だと。で、家族と離れて自立した方がいいと。はい。あとはえ、それぞれね、今チェックしたワードが出てきた時に反応すればいいよということですね。はい。では、頭から、はい、えー、沿って、えー、問題確認していきたいと思います。本文読んでいきたいと思います。はい。では、皆さんちゃんと、えー、手元に用意してくださいね。はい。では、1パラグラフから読んでいきましょう。 はい、ダンビューナー。はい、DB。いきなり出てきたよ。はい、つけてね。はい、イコール、はい、オーサージャーナリストって書いてますから、はい、オーサージャーナリスト。物書きですよね。はい、えー、地図制作者なんかではないですから、これ嘘だなってことで、早速 F。どうですかはい、イニシャルチェックいいでしょう。はい、おそらく名古屋芸術大学さんは順番通り出してくれますから、はい、この順番さえ守ってチェックしておけば、一息に解けるってことがわかりますよね。はい、で、本文戻しますよ。 はい、この人が traveled all over the world、はい、世界中旅して and found five places 五つの場所をめっけたと。で、この five places の説明かな。はい、ここからが関係福祉って言うんですけど、この five places の説明。はい、where people live long、はい、長くて healthy life 人々が長くて健康的な生活をできるような五つの場所を発見した、見つけただよね。で、この後ろに問題になってます。かっこ一番ね。 河川道ね。え、ひ、えー、draw。はい、この動詞の形を変えなさいということなんだけど、これはもう完全文法の問題、時勢の問題です。もう時勢の問題は前後の時勢まずチェックしましょう。もう第1文、1行目にトラベルドッ、過去形で来てるわけだから、基本はこれ過去形で選べばいいよね。時勢変わってないもんね。はい、draw っていう動詞は、 はい、I draw, drew, drawn. はい、ここに出しておきますよ。draw, drew, drawn. 赤く系は drew なので、はい、3番。はい、drew を選んでもらったらいいよね。で、draw っていう動詞は、引っ張る、引き出す。これが基本ですよ。で、線を引っ張って描くだからね。ね、この、こうね、書いてね。線を引っ張って描くですよ。はい、なので、後ろに、はい、えー、彼は、はい、drew, blue circle. ね、青い円を描いたと。で、around them. その5つの場所周辺にだよね。で、当然、 はい、his map の前にある、あ、前置し入れる問題ですけども、当然、on his map. え、マップ上にだよね。はい。で、括弧の2番、空手補充の問題です。はい。その向こう側には、はい、they are called. 柔道体になってますよ。they are called. ブルーゾーンズと呼ばれるのだと。この they が指してるのはもちろん、five places のことですよ。はい、その下の them のことですからね。この5つの場所は、このまるで あの、囲まれた5つの場所は、ブルーズ・ゾーンズと呼ばれるのだで、B、Z をつけておきましょう。はい、当然、はい、選択肢を見てあげると、はい、直前で、はい、青い円を、こうね、書くからでしょ。だから、ブルーズ・ゾーンズだと呼ばれるということなので、はい、答えは2番ね。で、この2番の、that's why。ね、that's, that の代わりに this、this, this is why になることも結構あるんですけれども、これ、 皆さん単語帳でどのように覚えましたか多分なんだけど、そんなわけでとか、こんなわけでって覚えたと思うんだよね。で、まあ、それ間違いじゃないんだけど、もうシンプルに行こう。This is why, that is why は、だからです。だから。はい、その向こう側に来るのが、こっちにあるのが結果。This is why, that is why 結果。で、this that が指しているこの全文が原因です。 はい。ですから、地図上に丸い円を描いたと。だからブルーゾーンだと言われてるっていう因果関係になりますよね。はい。ですので、2番が正解ということでした。はい。では、2パラグラフ目に移動しましょう。はい。ちょっとこの島の下りがあるかもしれません。はい。2パラグラフ。The first で沖縄。はい。1番目が沖縄だと。はい。first 1番って言われたら、1ってつけててもいいね。1、0ってね。はい。沖縄。 はい。で、次、二つ目かな。はい。The Italian island of Sardinia is second. はい。second. 二番目です。ここでアイランドって出てきたよ。Sardinia は必ず島ってることが確定します。あ、ここで島なのかどうかのくだり、あの、思い出せればいいんだよね。当然、沖縄も島だからね。だから、沖縄一番も島だし、二番目のサルディニアも島と。で、三つ目くんのかな。で、and a religious community in California is third. ね。はい。これはもう、 島とは書かれてません。で、四つ目。Uh, the Greek island. アイランド。重くそう言ってるよね。of Icaria かな。はい。えー、イケリアと、アイケーリアと。はい。これが、comes 格好の force u ですから、4位に入るってことだね。4位に入るってことで、順位の表現なんかでよく使われるのが、come in a に入る。come in first, come in second, come in third ね。はい。なので、in を選んでください。えー、答え5番ね。in ね。はい。 で、これ、島が、これ、3つも出てきてるわけですから、はい、5 places って言ってたから、あともう1つだけしか残ってないね。はい、while, えー、一方で、えー、da, え、ニコイア、えー、ペニンスラー。ペニンスラーは半島っていう単語です。でこの半島っていう単語、ちょっと難しいですけれども、知らなかったとしても、すでに3つ、島だよっていうのが並んでますので、はい、これは、正解だよね、ってことで、true. はい、丸ということでした。 はい。で、えー、サンパラグラフに行きましょう。で、ビューナー。study the lifestyle in the blue zones についての研究を教えたということですね。で、非カッコの3番に、はい、えー、アンダースタンドの前に来るやつを選びなさいっていうことなんだけど、もうずっと言ってますけど、これ過去形で選べばいいんだよね。はい。なので、1番、2番かな。で、そして、アンダースタンド同士の原型につながるのは、want to v のこの形を取ればいいわけだから、wanted to v ね。えー、2番を選んでもらったらいいですよ、と。 これ、イージーな問題ですよね。はい、えー、理解したかったんだと。はい、何を理解したかったのかというと、はい、why people there a e 遊んでこにいる人々が、はい、live t h s u c h long, そんなに長くて healthy で、そして and happy な lives、人生をなぜ遅れているのかを知りたかったんだと。で、live a ほにゃらら life, ほにゃららな人生を送るの複数形で、live ほにゃらら lives ね。 もうこれ、どちらもよく出てきますから、あー、知ってるといいでしょう。はい、では、えー、彼が学んだことを、サラサラサラと確認していきましょう。はい、first. はい、people in the blue zones の人々は、はい、bz つけときましょうか。はい、have a healthy diet ね。えー、健康的な食事って言いましたけど、はい、ダッシュこの横棒ダッシュって言うんですけど、これ、example です。だから、イエットの、あ、healthy diet の説明を後ろにしてるのね。 で、lots of vegetables, レギューム fruit, アンド r e legumes, nuts, and whole grains. 食べ物が後ろに来てるよね。グレーンは穀物ね。で、レギュームスは、えー、後ろに豆類って書いてますけども、これ食べ物並んでるでしょだからやっぱり食事じゃん。だから、ダイエット食事知ってればもう一発で入ってなるんだけど、ちゃんと後ろに具体例つけてくれてくれいやっぱり食事だな、というのが正解でした。で、they eat fish. お魚食べるんだけれども、but very little meat. 肉ほとんど食べないと。えー で、オフン。はい、よくあるのが、はい、they drank wine. はい、お酒のくだりになってきましたけども、はい、えぇ、ー、wine o with their meals.、ね、食事とともに取るんだと。ね。で、because of っていうのは理由ですよ。because of their healthy diet.healthy diet. Healthy diet ね、健康的な食事のおかげで、はい、there are cases、はい、の前の格好の小判が抜かれてますけど、はい、case は事例ね。 何の事例が減るのかって言ったら、hard disease, 心臓病ね。そして o b e s i t y これが肥満ね。そして最後の diabetes, S がついてるけど、これ複数形じゃないからね、糖尿病。これの事例が増えるのか減るのか。当然、健康的な食事でって言ってるわけだから、当然減るわけでしょ。はい、だからこれは、えー、文の内容から、えー、fewer,、ね、4番の fewer が正解になります。 で、当然、はい、飲酒しない方がいいなんてことは書かれてませんので、一般論でいうとこれ選べたくなっちゃうんですけど、書いてないから F、F× でした、ということです。はい、では、えー、次のパラグラフいっちゃいましょう。はい、二つ目学んだこと、二つ目です。二つ目ね。はい、people in these areas。はい、ブルーゾーンの人々は、p h y フィジ l l active ね。これは身体的にね、体的に活発だと。ね、それの具体例が後ろに来るはずよ。 フィジカリーの意味が分からなかったとしても、はい、何だ、デイですかはい、日中ってことなので、drawing the day だよね。はい。で、they walk a lot たくさん歩いて climb stairs 登って階段登って work in the garden、えー、畑仕事してそして and do a household chores ね、はい。家事もすると。いうことなので体活発に動いてますよね。はい、ということで、フィジカリー身体的に選択肢02番。はい、これ選んでてもらったらやっぱり良かったよね。 もちろん単語分かってたらこんな読まなくたって分かるんだけど、一応文中にもヒントがあるように作ってくれてる問題もあるということですね。で、they get enough sleep. はい、十分に寝るんだと。もう健康的な生活してるよね。はい、exercise and sleep. 運動と睡眠が主語ね。で、promote が V ね。で、good health をね。この promote の意味が分かんなかったとしても、 SVO さえ分かっとけば、運動と睡眠がいい健康をどうしてくれるのかね。はい。もういい健康をどうしてくれるのか、もう促進してくれるに決まってますよね。ということで、丸4番ということでした。はい。単語の意味が分かってたらいいんだけど。ね。分かんなくなっては予測はできます。はい。で、A の選択肢ですね。健康でいるには、十分な運動と睡眠が必要。ね。これのおかげで、健康でいられるって言ってましたが、T で丸と。はい。いうことでした。はい。で、3つ目。 start. There is more social interaction in these communities.、ね、今度三つ目はコミュニケーション、インタラクションのお話。インタラクションはこれ交流ね。社会的な交流がより多いんだと。はい。で、ここの more、しっかりチェックしてほしいんですけども。はい。more は、これは比較級なので、比較対象、何かが後ろに来るときには、ザンとワンセットだよね。はい。ということで、王の選択肢には、 残を選んでもらったら10番いいよね、ということでした。はい。そしてインナーバンエリアはい。都会よりもですよ。都会よりも田舎の方がね。で、people feel lonely, 寂しいもうこれはもう問題ないでしょ。孤独だよね。はい。because なぜならば、はい。因果関係、後ろが理由です。はい。nearbors. はい、えー。ご近所さんが know and help each other。ね。ご近所さんのことをお互いに知ったり、助け合ったりするんだと。 Families live close by.、ね、そして家族が近くに住んでいる。だからですよ。だから、その結果、後ろが結果です。Children can spend time with their grandparents and relatives.、ね、おじいちゃん、おばあちゃんだったりだとか、親戚と子供たちが一緒に時間を過ごすことができるんだ。次、4番目。Force. All the people are, はい、ここに入れなさいの後ろに、アンアクティブロール。ロールにしっかりチェックしましょう。 はい。この、ロールを目的を取る動詞。もうやったね。はい。単語帳覚えたね。プレイアホニャララロール。in A において、ホニャララな役割を果たす。だよね。で、このロールの代わりにパ、PART ね。part, part.。プレイヤーホニャララ part。ホニャプレイヤーホニャララロール。Roll. ね。これはもうイディオムで知っておいてください。はい。ですので、7番かな。はい。7番は丸二番が正解ということになります。はい。で、活発なあ役割をね。 地域社会において担うんだと。the younger generation respect the wisdom of their elders、はい。この若い世代の人々っていうのは、高、は、齢、い、えー、これ、e 年配者たちよね。はい、年配者たちの wisdom は知恵ですよ。はいえー、こういうものを尊重するんだと。大事にするんだと。で、this. positive attitude toward age この年齢に対するこの前向きな考えね、アティチュード考えね。はい、この直前で言ってることを指してるんですよ。はい、これが主語で keeps boy, people が o で young at heart これが C だよね。はい、O イコール C のままにしておくってことで人々を心を若いままに保っておくんだと。心が若く入れるんだってことですね。 はい。で、選択肢の O を見てみましょう。健康でいるには、家族と離れて自立した方がいいなんか、当然書かれてませんから、これが F ということで、えー、答えは E と A ということになりました。はい。で、一番最後のね、えー、並び替え問題。はい。ブルーゾーンの健康に関する教えは大事だと思いませんかはい。で、河川部8なんですけど、これはそんなに難しくないよね。えー、大事だと思いませんか否定で聞いてますから、 はい、えー、do の代わりに don't を使ってあげて、don't you agree から組み立ててあげて、ブルーゾーンの健康に関する教えが重要だと、という内容をつけてあげたらいいわけだから、agree that 以下を目的にしてあげてえ、that の向こう側が these healthy lessons。はい、これが健康に関する教え、from the blue zones からのだよね。これが、are important だと思いませんかと。 ということで、これは、まあえー、高校生、1年生レベルの、まあ、問題だったかなというところですね。はい。ということで、2024年のね、名古屋芸術大学一般入試験一期の解説だったんですけれども、えー、単語、文法、基本押さえたら大丈夫なので、えー、名古屋芸術大学受ける方は、えー、単語、文法を中心に基本的な勉強を頑張ってください。皆さんの成功をお祈りしてます。ありがとうございました。